肋骨と肩の相対運動ということで、ちょっとそれを作っていきます。そしたら見事にまた動くようになっていきます。すごく真面目な体操なんです。おうち体操の中では非常に真面目です。いぶき体操となります。この時はちょっといつもより足幅ちょっと広めで結構です。でこう自分を抱きしめるように、どっち上どっち下でもいいです。そう、抱きしめるようにして持ってきてこう引きます。そのままで、そうそうです、そうです。もう一回いくよ、せーの。抱きしめるようにして引いてくる。そうです、そう。でその時にここの時に短く息を吸います。 OK、 鼻から、うん、いくよ、もう一回。この時そう、その吸い方見といてください。これが日本語。もう帰っちゃってね、喋りにくいんですけどね。こうなるようにしてください。これが正しいやり方です、はい、ここからベロ出すの難しい人はまだいいですから、とにかく顔をくしゃっとしたからね。そう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 。あ、とにかく顔をキシャッ、そうで、ここでもう一回見といてよ。で吸って、これ真面目でしょ。息を短く吸ってふっと吐いていく。で吐く時の音は必ずはーの音です。はーって喋ったらあかんね。はーって吐いていく。そう、必ずはーです。そうすると肋骨が動くんです。はーっていうのは熱い息ですよね。熱息と呼んでます。熱い息ってことはここから出る息なんです。風にしてしまうとこれ全然ダメ。風だと間抜けな息吹体操になりますよ。強さゼロやね、これはね。ね、だから必ず歯、ここに来ないんですよ。ふうだと腹の方落ちちゃうから。だから肋骨動かすために歯で吐くんです。吐いてる時はこう手が前に出てきますね。その時イメージ、大きな風をゆっくり押し返してるイメージ。大きな大きな風、そう、ゆっくり押し返してるイメージ。それにやられたら TM レボリューションになるから。どんどん、そうなりますよね。やられたら歌ってください、こうやって。何回か2回やられていいから、自分でこう。たった一人でもそうやるんですよ。ね、押し返していって、できる人はなるべくこの両腕が正中面上にまた入ってくる。肘が。なるべく。なるべくです。この辺でこうしない。ね。こう入ってくるよ。で、大きな風を押し返して、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 最後の瞬間、こうこうって言って押し返す。で、風がバーン飛んでいくね。また、そんなイメージやね。わかりましたね。それをイメージする。いきますよ。いぶき体操、始める。この体操、笑ってしまうともできない。4回やりますからね、4回もいきます、せーの。ラスト1回。さあさあ、これでちょっと奥さん一回やってみるよ。もうやりやすくなってる。いきますよ、せーの。ほらね、せーの。ほらね、ね、やりやすいでしょ。やりやすいでしょ。バンザイしてみて。
肘回してましてみて、後ろ行きやすいでしょ。息吹体操恐るべしですよ。だから息吹体操って何のために作ったか、この体操はすごいんですよ、効果が。もう風邪が治るとかあるんです、ほんまに。喉痛い時やったら喉に痛み取れるとかね。公演やってる人ね、風邪ひいちゃってある時、年間300回ぐらいやってる人だから、朝起きて扁桃腺腫れててやばいですと、病院行って薬もらったけどやばいです、王子何かありますかってこれ教えたら、なんか10回ぐらいやったんですって。ほんだらメールが返ってきて、王子やばいです、痛み取れてしまいました。何なんですかこれはっていうね。余計痛くなりそうでしょ、喉ね。喉の痛みも取れちゃうんですよ。気管とか気管支、肺、背景ものすごく強くする体操なんで、これ歩きながらもできるんですよ。こうやって進んでいくね。でやっていくの、こっちから向こうまで行ったらもうすごいで、普通にご飯よりよっぽど疲れるでもう。でこれはみんな気づいてないけど、鼻からこういう顔をしてで吸うと息が腹に落ちなくなるんです。ここでとどまるんです。で腕を引いてるでしょ、勢いよく。そうすると肋骨が前に出るんですね。上腕骨伸展プラス肋骨が前に出るっていう相対運動を作ってます。はい、これで。こうすると腰反らすことはだいぶ軽減されるんです。こうなら知りませんからね。この顔するとここに意識いくもんだから腰が動かなくなるんですね。だからこれです。これ、この顔しなかったらダメなんですよ。これダメなんです。ここが出てこないんですよ。普通の顔出てみ？ここはもう出ないでしょ。ところが全然違うでしょ。そう、これはね、息吹っていうのは空手に本当にあるわけですよ。大山マスターさんはやってた、待ってました。これはね、大山体重を全部乗っけるのよ、ね、息吹ってあるんですけど、僕も空手やってたからね、いろんな先生の息吹見てきたし、沖縄空手の先生とかね、正直ね、顔が面白い顔しながらやってはるんですよ。はーとかね、そこにみんな笑いが起きない。そこにあんま着目しないんですよね。この顔をこういう顔になるって、うまい上手にやってる人ほどなるんですよね。よく関根勤さんが芝真一の真似とか言ってやってて、あれも顔をこうやってはるやんか、いろいろ。そこに注目した人が今までいなかったね。必ずこの顔なんです。で、僕の場合ちょっとベロが出るんです。そうすると口呼吸がしっかりと妨げられるんですね。で鼻からちゃんと吸える。で顔をギュッと集めることで胸郭にしっかり息を吸えて腹に落とさないです。で肋間筋をめちゃめちゃ使ってやる呼吸になります。でこれでハーッと吐いていくと肋間筋が使われるので、その後必ず肋骨動いてくれるんです。で手を前に押し出してっていうと肋骨動かないんですけど、大きな風を押し返すってやってるとここが後ろに行くんですね、うん、で肋骨の内旋外旋、肋骨のこの内旋外旋、これ肋骨の内外旋、これを作るための体操法の大きな一つなんですね。でこの肋骨内外旋が起きてこなかったら肩のこの相対運動起きないんですよね。それをダイレクトに作る体操がこれになります。家でよ、これ毎日やったらいいよ。30回ぐらいやったらすごいよ。もう体温上がりまくりやで。これやってから体温計で測ったら38度ぐらい。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたら、ぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですので、腰の王子 LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。